良くしてくださいね。やだって言わないでください。こちらは熊本県益城町の第5保育所です。こちらの保育所は熊本地震の震災を受けて現在仮設となっています。この日益城町の保育所を回るオレンジパフェさんを密着しました。埼玉ってみんな知ってるかな。知ってる。埼玉県からね、今日飛行機で来ました。この子と一緒に来ました。で、お名前はね、オレンジパフェって言います。オレンジパフェって言います。いちごパフェとか知ってる？チョコレートパフェとか食べたことあるけど、それのオレンジパフェっていう名前です。で、この子のお名前はまだないんで、これからみんなこの子にお名前をつけてあげてください。で、私はですね、こういうお人形を作ってます。で、これマリオネットっていう操り人形って知ってる？テレビとかでちょっと見たことあるでしょ、ね、で、この子ね、とっても元気に動いてくれます。かわいいでしょ、ね、でもね、今ね、飛行機に乗ってきてこの子もちょっと疲れてます。眠くなってます。これはね、クマさんなんだけど、クマのぬいぐるみのお人形です。お目目がボタンになってます。お目目がボタンです。みんなのお目目はボタンですか？違う。違うの？福島と合わせて今日これが15箇所目になりますね。まあ、東北の震災とかあって、で、まあ、今年から始めたんですけど、何かこう自分にできることないかなっていうところで、まあ、自分はこういうのがマリオネットが作れるんで、それをまあこういう施設に届けて、少しでもこう皆さんを和ませてあげられたらなと思って始めたんですけど、で、始めて間もなくすぐにこの熊本の方で地震があって、で、またその熊本の方でもそういうのを届けられたらなと思って、続けてます、ね。はい。おはようございます。ちょっとね、恥ずかしがりです。疲れちゃったんで寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。先ほど私やったようなダンスがそうですね。名前を公募選手会館ですね。名前がないなるんだ。統一して、キープはこの子でずっと作ってるんですね。このデザインで作ってます。楽しいですね。運動会の練習。今日も静かな星の話だ。糸も釣り糸なんで、そう簡単には切れないですから。はい、丈夫なんですね。使ってる前後に動かすと難しいですね、腕をね。お二人でやってもいいですか？邪魔になる。1、2、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 1、
あ、できてるできてる。ありがとうございます。練習します。ぜひ使ってください。
みんなマリオネットって知ってます？操り人形って知ってるか？操り人形って知ってる？知ってる。これ操り人形で、このクマさんまだお名前がないんで、みんなでね、お名前考えて、お名前かわいいお名前つけてあげてください。ね、その時だけでもこう、ね、楽しんで大人も楽しめるんで、まあ、それが、ね、先生たちの中での、まあ、話題というかそういうところから少し、ね、こう大変な一日がちょっと和らげばいいかなと思ってるんで、はい、よかったですね今回。こんにちは。この日4カ所の保育所を回った後、ツイッターで知り合ったという同じく益城町で被災されたご家族のもとへマリオネットを届けに行きました。今回は特別にくまモンをイメージしたお人形です。基本このコントローラーから足までの長さが決まってますから、足がつくかつかないかぐらいでこの高さを守って左右に振っていただくとうまく動かせます。で、座る場合はそのまま落としていただく。で、手は普段ここにとかけとくんですけど、まあ、こう引っ張ってもいいですし外しても構わないですから。で、お口の糸がここにあって、これを中指でこうちょっと引くと口閉じますから、で緩める場合はこう離していただいて、で後ろに尻尾に糸があって、これ引くとこう四つん這いみたいな格好ができますから。すごい、ね、仲良くしてね。ちょっと待っててね。ありがとうございます。ありがとう。あ、可愛いの作ってくれて、すいません。こんなほら、ありがとうございます。飾っておきます。こっちです。本当はね、何年1回で10体とか20体とかで本当にいっぺんにこうたくさんのところ運べればいいんですけど、なかなかねそのハンコじゃないけどバンバン押して作れるものじゃないんで、やっぱり大変なところもあるんですけど、うん、まあ、じゃあ少しずつ、遅くなっちゃうところもあるかと思うんですが、続けていきたいなと思ってますね。後日空港保育園さんからご連絡をいただき、テディベアのマリオネットのお名前がくーちゃんに決まったそうです。名前がついて子どもたちも大喜びですと言われていました。オレンジパフェさんはまた今月も福島と熊本にテディベアのマリオネットを届けに行かれるそうです。子どもも大人も現地でまた一つずつ笑顔が増えると思います。